アチプロなのに月始め7日間でマイナス35万。パチンコに本心がせがしいかつです。今度春菜がパチンコに楽しさの貸し方をお伝えするチャンネルです。はい、どうもお久しぶりでございますね。はい、今度春菜でございます。今日はですね、まあ久しぶりのね動画アップということでね、かなりね間が空いてしまいましたので、まあ、直接的なパチンコの勝ち方とか楽しみ方ではないんですけど、まあ、最近の僕の稼働状況をお話しさせていただいてですね、はい、まあ、長くパチンコ打ってれば7日間でマイナス35万ですよ。はい、こんだけ下振れがある時もあると、はい、そういうこととね、あとまあ僕がこんだけの下振れになって気づいたこと、これらをねお話ししていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、というわけでですね、最近の稼働状況をお話ししていきたいと思うんですけども、稼働状況というか11月ですね、11月の稼働についてお話ししたいんですけど、まあ冒頭でもお話ししたんですけど、約7日間もういきなり月初からマイナス35万になりました。はい、僕もね、まあ、パチンコ約13年間打ってますけど、ここまでのマイナスに触れたことはもう初めてですね。はい、だってね、仮に20回転回る台を打ってたとしたら約7000回転ハマったに相当するんですよ。ないですよね。はい、7000、いきなり7000ハマりに相当するんですよ。そんなのはさすがにないです。はい、正確な値段を言うとマイナス34万6156円でしたね。はい、まあ、当然ね、まあ、パチプロとしては当然なんですけど、1日もマイナス期待値では打ってないんですよ。それでも約マイナス35万でした。ただね、まあ、こういう結果になって僕は気づいたこともあるので、今日はそちらもねシェアしていきたいと思います。はい、というわけでね、まあ、僕はここまでのねマイナス大欠損になってね気づいたこと3つあるんですけど、話しますね。はい、1つ目、負けまくっても全く嫌な気持ちにならずにパチンコが好きすぎることに気づいたと。まあ、普通の人だったら多分マイナス35万、まあ、まあ、言うてもパチンコ僕うまいですよ、めちゃくちゃうまいですよ、あの一般のレベルからしたらね。はい、だからね、回る台をしっかり掴んで打ってますよ。それでもマイナス35万ですよ。だから一般の人が回らない台を打ったらもっとマイナスになってますよ。マイナス35万だったら普通は嫌になるでしょ。はい、でもね、嫌な気持ちとかはね、あ、もうパチンコ行きたくないなとか、そういうことにはなんなかったですね。はい、なんかすごい、まあ楽しかったですね、打ちながらもね。はい、まあまあなんかその時ね、 M1 のなんか3回戦とかが動画でやったり、そういうの見たりとかしたのもありますけど、たくさん見ドラマとか映画とか見たのもありますけど、でもパチンコ打っててパチンコ行くのが嫌だみたいなね、はい、パチンコ嫌いになるとかね、そういう気持ちは一切なかったと、はい、そこに気づきましたね。2つ目、いろんな人がこの収支に優しいコメントをくれて温かさに触れられたと。はい、まあね、これマイナス35万になった時にツイッターに投稿したんじゃなかったと思うんですけど、1個前のマイナス30、まあ、1万とか2万とかそれぐらいの時に投稿したのかな。はい、この結果をどうポジティブに捉えたらいいですかみたいな投稿したんですけど、その時になんかすごい いろんな人がコメントくれました。はい、だからね、もう本当ね、なんかいろんな人優しいなっていうような気持ちになることができたと。はい、ありがたいなと、人の優しさに触れられることができたということでございますね。3つ目、ここまでのマイナスに触れる時もあるという戒めですね。まあ今のパチンコも結構言ってますけど、やっぱり荒いですよ。ここまでマイナスになるのかっていうのも、さすがにちょっと僕も初体験だったので、はい、まあいつになっても調子に乗っちゃいけないと、そういう戒めができましたねという感じでございます。ただね、11月の収支もね、実は終わってみればなんとプラス144,337円で着地することができました。月の3分の1が終わってマイナス35万ですよ。でそっからもかなり勝って、結局はプラス約15万で終えたと。でやっぱちなみになんですけど、まあ僕はね、9月はプラス599,305円、10月が794,281円でした。で3ヶ月のね合計をすると9、10、11と、3ヶ月間の稼働を合計すると153,7923円ですね。まあ僕の場合、あの月の収支にこだわってないんですよ。月の収支よりもあの時給にこだわってるので、収支的にはまあそんなめっちゃ高いわけではないんですけど、時給に当てはめると結構満足してますね。はい、まあ、期待値的には正確に測ってないですけど、約140万から150万ぐらい3ヶ月で詰めてるっていう感じですね。なのでまあ
10万ぐらい上振れかなと、10万から20万ぐらい上振れの、まあ、結果、まあ今回のだんだん収まってきますよと、はい、そういうことでございますね。はい、というわけでね、今日はね、最後にこの動画を通じて僕がお伝えしたいことをお話したいと思います。長く打っていれば期待値は収束してくるけど、短期的には大きく下振れることがある。だからこそ調子に乗るな、ですね。はい、まあ僕自身ね、10月の稼働がね、約80万プラスだったんですよね。で、まあ稼働時間そんな取ってないんで、時給的には80万でもかなりいい80万だと思います。はい、もうたくさんやっての80万じゃないので、はい、でプラス80万になった時に、まあツイッターでね、まあ僕ツイッター大好きなので、はい、ツイッターで裸で80万円を、まあいろんな大事なところを隠しながら、80万今月勝ちましたけど何かみたいなね、ツイートをしたわけですよ。それをしたすぐ後に欠損、大欠損、マイナス35万ですよ。しかもその80万をツイートするために、いろんな、まあ、お店に行ってわざわざちょたまを換金してお金を用意したと、はい、いうことをしたわけで、なので12月に結構ね、もうまあまあ入れてたつもりが、お金ね、お店に預けてたつもりが尽きてしまって、途中で現金投資をやむを得ずちょっとしてしまったんですよね。当然期待値落ちます。はい、だからそういう調子乗ったことをしちゃいけません。皆さん、裸でお札を隠して投稿する、そんな調子乗ったことしちゃダメですよ。はい、というわけで久しぶりの動画でした。これからね、頻度上げて動画アップしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしていただけたら嬉しく思います。というわけで次の動画でお会いしましょう。バイバイ。